はい、こんにちは。パーカッションの高見です。この動画ではフラムについての解説及び考察をしていきます。これ、パーカッションをやる人にとっては結構重要なことだと思うんですけれども、意外にもですね、このことに触れている教材、教則本とか、教則 DVD とかですね、僕は今まで見たことがないので、これね、自分が理解をするために僕が自力で、まあ、考えてというか、発見して、まあ、ノウハウ化したものなんですけれども、もしね、このことについて、えー、書いてあるもの、 などあればですねぜひ教えてくださいといった内容ですで今回の結論はタイトルに書いてある通りなんですけれどもスティックで叩くフラムとハンドパーカッションで叩くフラムは全く別物全く違うものだよっていう話なんですねこれジャンベとかコンガを叩いている方で自然にそれができている方にとってはあ、そうだよね当たり前だよねっていう話なんですけどもこれ知らない方にとってはねえそうなのマジかよっていう話だと思うんですね え、どう違うのかっていうのをすっごい簡単に言いますと、スティックのフラムの場合はですね。メインの音の前、直前に装飾符をつける。前装飾の形なんですけれども。ハンドパーカッションの場合はメインの音の後に。装飾符をつける後、装飾の形なんですね。で、これ続けて叩く時に例えばフラムタップタップ、フラムタップタップ。 といったまあサンダのフレーズフラムタップタップフラムタップタップスティックだったらこのようにフラムタップタップフラムタップタップってこう右と左が、まあ、3発ずつ交互にくる形なんですけれどもハンドパーカッションだったらフラムタップタップフラムタップタップ,タップこのように 手順がずっと一定なんですね。なのでスティックのフラムとハンドパーカッションのフラムは、まあ、そもそもこの装飾譜のタイミングが違いますし手順も違ってくるとでタイミングも手順も違いますんでもはやハンドパーカッションのこれはフラムと <laughs> 言えないのではないかと思ったりもするんですけれども世界中のハンドパーカッショニストたちはですねまあ実際にこれをこういうふうに叩いてこれをフラムって言ったりするんですよね なんで、このことについて、僕なりの見解を解説していきたいと思います。まず、そもそもフラムってなんやねんという方のために説明いたしますと、フラムというのは、ルーディメンツというスティックコントロール、スティックの基本奏法のうちの一つで、叩き方は、一発叩く。この主音、メインの音の直前に小さく、ね、音を足します。直前に一発、装飾音。 グレースノートと言いますけども、このグレースノートをつけることによって、ただ一発叩くだけではなくて、小さい音、装飾音が加わったことによってこうパ、パラッパラッパラッ、トゥルットゥルットゥルッって、ちょっとね、厚みがある音になります。これで、ちょっとこう、目立つ音になるわけですね。これをアクセント的に使ったりします。これがフラムです。本来のフラムっていうのは、メインの音を叩くときに、 こう振り上げてストロークするわけなんですけどもこうストロークするのと同時に反対の構えている方の手を落っことしますこれ同時に落としますこう低いところと高いところから同時に落っことすので当然低い方が先にダメに当たりますよねで後から高い方が当たりますとなのでつまりこの高い方メインの音ジャストのタイミングよりも少し前にこの。 装飾音が鳴るという形になります。ジャストのタイミングに対して、前か後ろか、どのあたりかっていうのがとても重要になってきます。で、本来のフラムはね、この装飾音がまあ限りなく小さい音です。スティックで言うと、これタップの音よりもさらに小さい、チョンって触れるぐらいの音で叩きます。だが、しかしですね、今現在はまそれにとらわれることなく、例えばこの装飾音の方がジャスト。 来てこのメインの音の方がジャストよりもちょっと後ちょっとこうもたるというかねレイドバックこう後ろに後から鳴るような形で叩くこともあります。これはまあ音楽スタイルとかそのまあアンサンブルのね演奏のニュアンスをどうしたいかによります。あとはこの出音重視聞こえてるパラッパラッパラッってこう出てる音の中で一番印象的なところをジャストに持ってくる。 こ,のこっちがジャストとかこっちがジャストとか考えずにこの出てる音に対してそのタイミングを測るというふうに叩くこともあります。でさらにさらにドラムセットなんかね演奏するときにフラムを叩くときはこう落っことすだけではなくてこの左手の方つまり装飾音の方を結構振り上げてこんな感じで叩くことが結構あります。 てかこっちの方がもうもはや一般的になってるかなと思います。本来のフラムっていうのはね、このフルストロークの方が100%だとしたら、この装飾音、グレースノットの方は5%以下っていう感じなんですけども、ドラムセットなんかで叩くときはまあ結構ね、バンドなんかで音量が大きいからだと思うんですけども、このフルストロークが100だとしたら、こちら装飾の方が40とか50ぐらいで。 叩くことも結構ありますではこのスティックで叩くフラムのの手順を考えてみますこのフラムっていうのは流れの中で叩くとき装飾を叩く方がダブルになります。どういうことかというと例えばワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリー・フォーっていう4発のフレーズがあったとします。1発目がフラムで2・3・4が1発ずつ、えー、タップで叩くとワン・ツー・スリー・フォー・フラム・タップ・タップっていうフレーズですね。 でこのとき手順に注目してほしいんですけれども1,2,3,4 1,2,3,4,1わかりますでしょうか1,2,3,4,1でここ左が今、4,1で4のタップと1のグレースノートで2回連続ダブルになってますね。1 2 3 4 1 2 3 4ォ なのでこのスティックで叩くフラムっていうのはダブルもしくはダウンアップが前提のテクニックだと言えますでこれを踏まえてハンドパーカッションを見ていきたいんですけどもハンドパーカッションにはね実は長らくダブルの概念ダブルストロークの概念がありませんでしたなんでかというと、まあ、ハンドパーカッション皮が張ってあるわけなんですけども、まあ、動物の皮ですね昔はもっとね皮が厚くて分厚くてなりづらくてしかも今みたいにねこんなチューニング できませんからもっとねチューニングが低かったでこんな叩いても全然反発しないリバウンドがもらえないような打面でもう思いっきりぶったたかないとならなかったわけなんですねで現代になって楽器が進化したことによってこのスネアのようなねチューニングできるタイプのリムやヘッドが使われるようになったとでそれによってチューニングを貼ることができるしっかりこうテンションをかけて リバウンドをもらえるような状態になりましたと。これでようやく手でもダブルストロークとかダウンアップの奏法が使えるようになったという話なんですね。でこれ本当にもう最近の話ここ数十年の話なんです。なので今でこそこれダウンアップのテクニックを使ってスティックで叩くのと同じ手順でフラムを叩くっていうことも可能っちゃ可能なんですけども。 こういった動きなのでこれ結構ね技術的に難しいんですよスティックで叩く感覚よりもはるかにこの手でやる方が難しいですじゃあ例えば西アフリカのジャンベプレイヤーや南米キューバのコンガプレイヤーがこれはどういうふうに叩くかというとこういうふうに叩きますはいこれ全然違うの分かりますよねまずこの メインの音の後に装飾音がつきます。あと装飾の形なんですね。でさらに音量も、まあ、メインの音が100%だとしたら装飾音も100%、まあ、同じぐらいの振り幅音量でパラッパラッパラッと叩きます。でさらに手順もこれ右左で叩いたら次右から始まって。 左、右、左、右になるのでこれ偶数だと逆転しますワンツースリーフォー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 ツーフォーわかりますかねつまりずーっとこれ右左がこうずーっとシングルストロークをやってるって話なんですずーっとこう右左、右だね でこれスティックのルーディメンズに詳しい人からしたらいやそれってつまりインバーテッドフラムタップなんじゃないのと思うかもしれませんこう手順が逆転するあのフラムのやつですねで手順はね限りなく近いんですけどもやっぱねニュアンスが全然違うんですよねやっぱこのスティックのフラムっていうのはあくまでこのメインの音の前に装飾符をつける前装飾の形を基本としてるので僕の感覚で言いますとですね、えー、ダブルノットシングル

たたっていう感覚を思いっきりギュッと詰めるこういう感覚に限らなく近い感覚でたたいていますはいなので結論としましてはですねハンドパーカッションジャンベとかコンガカホーンポンゴえっとつトライトとトラつをやる方はですねまずこのオルタネートでたたくフラムを習得することをおすすめしますつまりドラムのフラムではなくてハンドパーカッションならではの ずっと右左が交互で叩くフラムっていうこ,とです、ね、これでれ叩くと、まあ、偶数打叩くときはこの左右が手順が判定するんですけども奇数打3発叩くときなんかねずっと同じ手順でできますのでこんな感じで叩くことができますと、まあ、つまりずっとこうシングルで叩くことができるので こう手順で詰まることがなくなる。まあ、ずっとこう、右左の流れの中で叩いていられるというメリットがあります。でこれができるようになったらですね、まあ、ちょっと応用として、このスティックで叩くような手順で、フラムをやってみるっていうふうにやると、まあ、よりね、表現の幅が広がる、いろいろできることが広がるんじゃないかと思います。そしてスティックをやる方、特にドラマーの方も、このハンドパーカッションである、オルタネートの手順であるフラム。 これを習得するのをおす,すめしますでもやっぱりもともとのアフリカアフロ系の音楽をやるときだったり南米キューバのラテン系のフレーズを叩くときなんかにこの手順で叩けばねもともとのこのパーカッションで叩いてたニュアンスに限りなく近づけることができますそしてこの後装飾の感じジャストのタイミングよりも若干遅れてこうしっかり強い音が来るっていう感覚 身につきますすとですね最近流行りのまあこれヒップホップ系なんかでよくあるこのジャストのタイミングよりもちょっと遅れてこうスネアが入るみたいなビートがありますよね、まあ、これってつまりその元々のアフリカとか南米のフラムの感じ とことだとだ思いますので、まあ、こういうのね、えー、習得するのにもとても有効的かなと思います。はいというわけでいかがでしたでしょうか最初に言った通りですね今回の話っていうのは僕が自分自身で理解するためにノウハウ化したものなので多分どこにも書かれてないしどこでもあんまり語られてないんじゃないかなと思います。少なくともね僕はこれについて結構調べたんですけれども、まあ、このことについて研究してるとか考察してる、えー、ものがなかったのでもしそういうね 方がいるとか、そういう資料、えー、教材があるよって、知ってるよっていう方はぜひね、コメント欄で教えてください。そして、まあ、このことについてねあ、考えてた、考えてたという方はね、同志ですので、ぜひコメントしてください。はい。こんな感じで、このチャンネルではパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップをやっておりますので、引き続きをチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。